猿でございます。えーよしが教えてくれない営業のコツ、今日は転職癖は悪なのか？ということをテーマでお話をしていきたいなと思います。まあ、昨日ちょうどあの、まあ、こんな感じで、あの転職の相談をしててですね。受けてて。まあ、社会人2年目今、今年の4月で3年目ということで、まあ、仕事で悩んでますと、まあ、なかなか複雑でね。あの、その子を1回仕事にミスっちゃったらしいんですけど、その結果仕事のチェックが非常に厳しくなってしまって。 まあ、なかなかあの仕事が進まないような状況で、まあ、成果が非常に出しづらくなってしまったっていうこととまあなかなかのブラック企業なんでねあのまあ知っている人は知っているような感じで、まあ、マジで3日間帰ら寝ずに帰る帰らず仕事するみたいなことも、まあ、状態化している会社なので、まあ、改めて自分の働き方も、結婚ちょうど書いてるんですけど独身じゃなくなったともともと学生の彼が学生の頃付き合いがあった子なんで話聞いてたんですけどねあの いつの間にか結婚もしてておめでとうさんみたいな話をしてたんですけど、えー、とそんなところから今日のお話をしていきたいなと思っております。えっとまあ、彼の状況でいくと今お話してと今年社会人3年目になりますと。 で、えーと、今やってるような状況もこの赤字で書いてあるような感じですね。残業が少なくしたいと。業界話ができないと。えっとまあ、特殊な仕事ではあるので、そこでの専門性というのがなかなか他では活かせないので、自分の市場価値が上がらないであったりとかですね。あとは、まあ、一生懸命働きたいと、まあ。詳細もっと好きになりたいなみたいなことで、結構、まあ、働くことに対しては全然できる子なんですけど、納得がいかないことに対しては動けないみたいなところで、まあ、今どきといえば今どき。 なのかなと思ってますまあ人のこと言えないですけどね私もはい。まあそんな中でまっ、あ、一つ出てきたキーワードが転職癖をつけたくないんで今回の転職でうまくいきたいですという話をもらったんですけど、まあ 転職,癖が転職癖っていうのは要は何回も何回も転職してしまうということだと思うんですけど転職癖自体は私は実決して悪いことではないと思っていてまあ本当に納得いかない商材だったりとか、えっと、自分のまあ正義を曲げてまで働くことが本当に必要なのかみたいなこと考えるとそこが違った場合っていうのはまあバンバン転職して良いと思ってます。結局、あの、 なんていうか日本の場合ですと一括採用新卒の一括採用があって終身雇用で前提があったのでもともと辞めることが悪続けることが正義っていうような、まあ、文化というか風土があるので転職自体がちょっとネガティブに捉えられがちなんですけどもう合わなかったりとか条件が合わない違うっていう場合はもうどんどん転職をして次の経緯で考えていった方がいいと思います。 ただ悪い転職癖も当然あるわけでどういうことかっていうと、まあ、ないものねだりを常にし続けてる転職ですねいわゆる転職する時っていうのは今の現職に対して何かしら不安があるっていうことなのでそれはそれでちゃんと自分と向き合う必要はあるわけですよねけど 今いる会社で、まあ、例えば本当に残業が多すぎるから、次の会社は残業が少ない会社。で、一回転職してみて、残業は少ない会社になったけど、思っている給料が少ないから、今度は給料が多い会社。給料が多くなって残業も短くなったけど、えー、と次は人間関係がちょっと合わなかったから、まあ、もっと若い人がいる会社みたいな形で、結局、あのー、 ななないいいいもも、もののばっかりを永遠に求め続けけていても結局ないものはないわけですよで。最終的に本当に理想の職場というか環境を作りたかったら自分で会社を起こすしかなくなっていくので本当にその転職をするごとに自分が仕事をする上で働く会社に求めることが何なのかっていうのはしっかりと整理をしたりとか見極める機会っていうのののふうにしていかないと結局理想の職場に出会えないんですよね。 最終的にに自分がが何なななななののかが分からいいみたいな形になるのと同じなんですよね。結局まあ転職を転々と繰り返していっても自分が将来的にどうなりたいのかであったりとか何を仕事の上で大事にしたいのかっていうのを考える機会にしていかないと今の職場がこうだから次の職場はこうしたいだけだと結局自分の中での優先順位も固まっていかないわけですよで今回ちょっと話をしていった中でもじゃあ5年後とか10年後ってどうなってたのみたいな話で、まあ、この市場の変化が早い 今の状況でそこまで先を見通すことは難しいとは思うんですけど今回結婚しましたっていう話もあったんで、まあ、家庭でどうなってたいのかとかどれぐらい稼ぎたいのかそもそも会社員なのかみたいな話とかもしたわけですしてたんですよなので自分の意思決定の判断軸っていうのをしっかり定めていかないまま それを定めるために転職するとかも全然いいんですけどそれを定めていこうという心意気というか気持ちがないまま転職を繰り返してしまうと今話したようにないものねだりでこれがないから次これがないから次みたいな形で最終的に自分の求める環境は何もないみたいな状況になってしまうんでそうすると 基本的にキャリアってあの社内でも社会でもやっぱり長くいた方が評価はやっぱされやすいんですよね。これは年功序列うんぬんとかではなくてそこの場にいることによっての経験実績経験値が上がっていくので仕事のスピードであったりとか精度っていうのは当然高くなっていくので。やっぱ ココロコロ買えるよりは長くいた方がキャリアは積みやすいいと。長くいることによってその自分のマーケットバリュー市場価値が上がるのかということをしっかりと相対的に客観的に見ていかなければいけないのでその点も踏まえながらですねあのコロコロ転職することっていうのが長い店で見た時に必要な転職であればもちろんベストですし良いと思うんですけどあの、まあ、無意味にというか たただただやみくもに、ちょっと違うから次ちょっと違うから次みたいな転職はちょっとやめた方がいいかなということでまあ転職癖についてやめることは決して悪ではないんですがやめる ことによって自分の成長がないであったりとか、自分の選択基準が増えていかない、まあ、明確になっていかない転職っていうのは、やっぱり良い転職とは言えないので、ちょっとその点を今日はお伝えしたく、転職癖についてお話しさせていただきました。今、転職で悩んでいる方、まあ、ちょうど今時期ですからね、2月、3月、特に年度が変わるタイミングで働きたいなみたいな人も多いと思うので、今日このお話しさせていただきました。本日は以上です。 営業チャンネル、本日もご覧いただきましてありがとうございました、えー。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、えー、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味を持っていただいた方ですとか、えー、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひ、えー、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。また、ツイッターもやってますので、えー、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。